皆さんこんにちは、株式会社識学の後藤翔太です。このチャンネルでは皆さんからの質問を通じてチーム作りのためのヒント、あれこれを発信していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は元ラグビー日本代表で識学コンサルタントの後藤翔太さんにお話を伺います。お願いします。はい、お願いします。後藤さん、はい、最近の若い方に多いと思うんですけど、うん、昇格したくないとか、うん、偉くなりたくないって思ってる人はいると思うんですけど、はいはい、そういうのってどうでいいんですか？気持ちはなんか僕分かる気がしますよ。つまりなんか昇格すること、偉くなることによって責任だけ増えて得られるものが特に変わらない。またさらに今得られてるものだけで、まあ、十分生活していけるみたいな状態が続くのであれば、それは別に昇格したくない、偉くなりたくない、もしくは偉くならなくてもいいというロジックが成立すると思うんで、そこに関しては決してそういう人が悪いというふうには僕は思わない。でもそのやはりこう成長していかなければいけない、成長していこうっていう人をチームとしてはやっぱり当然持ってたくさんいた方がね、組織のパフォーマンス上がると思うんで、そういう意味でいくと偉くならなくてもいい、昇格しなくてもいい、もしくは成長しなくてもいいというような状態を作っている組織のその仕組みというところに、まあ、僕は問題があるんじゃないかなっていうふうに思います。つまり、昇格するまたは偉くなることによって得られる利益だったり成長だったりね、まあ、そういったところをしっかりとその見せていくということが大事なんじゃないかなっていうふうには思うんですね。あと現状維持っていうところでも、まあ、十分生きていけるっていうところかもしれないんですけど、そのメリットを見せる、偉くなることによるメリットを見せるというのと同時に、現状維持だと衰退していくというか、逆に得られるものが減っていくというところを見せていく、伝えていく必要があるんじゃないかなと思います。つまり例えば、まあ、いつも毎月ね10万円でも20万円でもいいんですけど得られるお金がある。ただ、まあ現状のね、例えばもう今見てもらえば分かると思うんですけど、物価がどんどん上がっていく、他のものの価値が上がっていく、周りの人がどんどん成長していくっていうところでいくと、得られるお金は同じかもしれないんですけど、それによってその同じお金で購入できるもの、手に入れられるものっていうのは、つまり相対的に減ってくる。同じ100円でもね、今まで買ったハンバーガーがもう120円、130円、200円になってもう買えなくなるっていうところでいくと、同じ100円もらってても手に入れられるものは少なくなるわけですから、現状維持すらできなくなる。そういった観点においてはやはり、自分が、まあ、世の中に対して、まあ、もしくはね会社に対して自分が何かしらの価値をこうさらに提供していくということをやはり追求していく必要っていうのは絶対にあると思うんですね。現状維持っていうところでいくと自分の得られるものが減っていくわけですから、それは衰退になって一気に糧を得られることができなくなるので、なので、自分自身がその成長していく、もしくは昇格、まあ、偉くなっていく必要があるんだよということは伝えないといけないのかなと思いますね。ありがとうございます、はい。質問なんですけど、はい、例えば、自分の部下がこういう思考タイプ、偉くなりたくないみたいなタイプだった時に、はい、でも能力が高いから上司の自分としては昇格させたい時って、なるほど、どうしたらいいですか？僕だったらそこのところでいくと、やっぱり何かを成し遂げる、目標を達成する、成長するということのやっぱり楽しさ、嬉しさっていうところを共有させるなというふうに思いますね。ある程度能力のある人だったらその目標達成したり成長したりっていうことあると思うんですけど、それをまあしっかりと評価してあげて、例えばみんなで喜ぶ、みんなでこう嬉しい気持ちを共有する、そういったところを繰り返していけば、楽しいことをやりたくないっていう人はいないと思うので、嬉しいことをやらなくていいっていう人はいないと思うので、そこを共有することによってもうちょっと楽しい気持ちを味わいたいな、嬉しい気持ちを味わいたいな、達成感を感じたいな、そういったサイクルを少しずつ回させるようにする。それによってみんなで何かをこう達成すること、目標達成すること、何かを超えることって悪くないよ、楽しいよねっていうところを感じさせれば、昇格して偉くなってこうチームのリーダーとして、一つの方向性に、みんなで向かっていくっていうことも、そういう責任を持つことも悪くない。それによってより多くの成長だったり喜びを感じることができるんじゃないか、
そういうふうにやっぱり思わせていくっていうことが、まあ、大事かなと僕は思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また8月22日火曜日13時からチームの主体性を引き出すマネジメントと題してセミナーを実施します。僕はこれまでコーチとして3つのチームを日本一に導いた経験があるのですが、この結果と色覚とは大きな関係があります。今回はその中でもチームのメンバーが主体性を持ってチームにコミットしてくれるためにはどうしたらいいかという点に絞ってですね、お話をさせていただきたいというふうに思っています。経営者やリーダーの皆様にもお役に立つ内容になっていると思います。概要欄のリンクから申し込みいただけます。ぜひ皆様のご参加お待ちしています。